皆さんこんにちは、フェリシティです。ハードオフやホビーオフなどで購入したトミカやゲームを紹介するこの動画の14回目ですね。今回は11月の上旬、11月1日から11月15日までの購入品を紹介します。そうだな、今回は同じような数なんですけども、トミカから。今回はそんなに高いものは購入してないので、200円のものからですね。まずいきなりランボルギーニカウンタックの LP500。 黒い色って珍しいですよね。昔購入した黒いものあったんですけども、ここに金の模様がついたやつ、あれかっこよかったんですけど、なくなっちゃいましたね。まあ、これはもちろん調べておきます。220円ですね。言い忘れてたけど、日野はしご消防車の一応日本製のものが220円。まあはしごがこの状態で220円ならやっぱりちょっと買っちゃいますね。で、220円の最後がディズニーモータースの熊野プーさんのジョリーフロート。220円でディズニーモータースがこの状態で売ってるなら買っちゃいますね。まあもちろんこれは持ってますけども、タイヤもクリアで、クリアカラーで綺麗なので、別に2台持っててもいいなということで購入しました。今目に見えるところでも飾ってます、もう一つの方は。220円のものは終わりで、あとは全て110円です。110円でランボルギーニチェンテナリオ。あんまりこのチェンテナリオが110円で売ってるっていうのは見かけないし、この状態なら全然問題ないので、ついつい買っちゃいました。110円。マツダ 787B ですね。このルマン優勝者のモデルが110円。まあ多分後にあのくじとして出たやつの復刻版だと思うんですけども、その時のやつは1台持ってますけど、まあやっぱり110円なら。いいですね。日産プリメーラのレギュラー品ですね。前も同じ色でまた108円かな、その時は。それで購入したんですけども、216円だったかもしれないですけども、箱付きでは持ってない車なので、もう一台あってもいいかなという感じで購入です。トヨタハイラックスの、これは何のやつなんでしょうね。セットものっぽいですけども、まあ中国製で、まあそこまで珍しいものではないんでしょうけども、ハイラックスが今時110円、このハイラックスが今時110円なら迷わず購入です。日立のリジットダンプ、大体はオレンジのものが多いんですけども、この色は珍しかったので、まあ、たまに前見かけてたんですけども、110円なら、ぜひにという感じですね。調べておきますね。で、トミカの最後です。
鈴木アルトのパトロールカー、まあ、こちらもちろん持ってるんですけども、最近食玩でこういうやつが出たじゃないですか。で、そのアルトはこれなんですよね。まあポリスの文字がないとか微妙な違いがあるんですけども、これは2代目で、こっちは、まあ、先のこれですね。まあ2代目なんですけども、110円でこの状態なら全然文句ないです。で、トミカじゃないんですけども、マジョレットのポルシェカイエン。マジョレットも最近高くなってきましたけども、ちゃんとドアミラー付きのトミカで出てない車種が110円ならってことで購入しました。もう一台、こっちはちょっとハゲてますけどね、なんかスレ感がありますけども、マジョレットの BMW の X6、 まあこちらもまあ結構大型な感じが再現されてて、ドアも開く、ドアミラー付きのトミカで出てない車種が110円ならということで購入ですね。あ、すいません、もう一つありました。これだけ袋に入ってなくてシールで、購入してたんで分けておいてましたね。220円で NHK のエアロスターですね。どーもくんとか、ななみか。一瞬だけ名前が出てこなかったかです。これ、スタジオパークかどっかで売ってたんでしょうかね。結構今まで見たことなかったので購入しました。続いてはゲームです。まずは、ゲームボーイのソフトから、ボンバーマン GB3、 こちら55円です。同じくマリオのピクロス55円。アメリカン横断ウルトラクイズ2のゲームボーイソフト55円です。続いてはプレイステーション2、値札にシール貼られちゃいましたけど、まあ元50円で55円、ドラゴンボール Z3 55円です。プレイステーションがアーマードコア、あら、55円。バイオハザードのディレクターズカットね、2枚組だけど、これは1枚は体験版なんですね。55円。ぷよぷよ2決定版、これ前回スーパーファミコンのソフトのぷよぷよ2、スーパーぷよぷよ2見せた時にこちら持ってるって言ったんですけど、持ってなさそうだったので購入しました。55円。続いてはドリームキャストソフト D の食卓2、このパッケージ刑事の名前は書いてないか。まあ持ってるんですけども、このパッケージ持ってないんじゃないかなと思ってたら、自分の持ってるパッケージでした。
まあでも55円なのでいいかなと。でちょっと高め、ドリームキャストのジェットセットラジオ660円。ただこれちょっと前まで1500円ぐらいで売ったのが、急にドリームキャストやサターンのソフトの値段がいろいろ下がったんですよね。で、まあ、下がったならということで購入しました。まあ持ってなかったので良かったです。続いてサターンソフトがドリームジェネレーション440円。これもちょっと値段が下がってて、その買う前の週までは660円で売ってたんですよね。でまあ値段が下がったなということで、ネットで買ってももうちょっと高いから440円ならまあまあそんないいかなという感じで購入しました。で最後、同国そしてファイナルエディション、こちらが55円です。これもちょっと前までガラスケースに入ってたんじゃないかなと思ってたんですよね。あの2000円ぐらいで、もうちょっとすんのかな。なぜか55円の棚に、あの青い箱に青いケースに入れてあったんですよ。でちゃんと55円で購入できました。まあこの箱はかなりちょっと湿気を帯びた状態というか、ふにゃふにゃな よれた状態になってますけど、くたびれた、ちゃんと付属するものはついてる感じですね。なんかこの濡れてるよって感じのものが、ありますけど、結構このバージョンはそんなに安く売ってないと思うんで、普通なら。でこちらが今まで持ってた通常版ですね。この紙も綺麗です。あの説明書っていうか、これ設定資料集。基本的にこちらのソフトは全く同じものですね。この外のケースとこの付属物が付いたファイナルエディションということになってます。まあどちらにしろすごくお得だったと思います。以上が今回の購入品ですね。まあ今回はそんなに多くもなく、すごくコンパクトにまとまった感じです。今11月21日なんですけども、11月16日以降はまだ何も買ってないです。ちょっと雪が降ったりして出かけるのが億劫になって、まだ何も見てないですけども、一応明日あたり行ってこようと思います。それではまた次回お楽しみに。